犬アウト。木下ゆきなと犬隆の不倫疑惑騒動、これ犬アウトかもしれんね。あの犬のインタビュー見た？みんなちょとんでもないよね。これ犬を直撃取材した、まあ乾を直撃取材した方がいるんだけども、まあ、それで乾が何て言ったかというと、木下ゆきなは仲のいい友人です、それ以上は、まあ、言えません。でまあそれ以上聞くなら事務所を通してくれ、チームを通してくれと逃げちゃいました。しかもなかなかの早足で逃げちゃった。これはアウトじゃねえの、乾ちゃん。まあ結構サッカーではね、乾のプレーはね大好きなんだけども、ちょっとね不倫プレーはどうかと思うよ。乾たかっちゃん、不倫プレーはね許せんよ。やっぱ奥さんがおるんやけんね、かわいそうよ奥さんと子供が。もう不倫はダメねえ。っていうかもうアウトなんじゃねえ、認めたらいいんじゃねえ。あの人だってもう認めたやん、あの誰やった、東出の俳優も19歳のね女優と3年間不倫してた。子供ができた時も不倫してたんかいって感じやな。もうなんかあのね不倫をする意味が全く分かんないんだけど、ね、その禁断の愛とかに多分こうムズムズしてね欲望に走ってるかもしれんけど、小さい一人の女を愛しやがれって感じだよな。まあとにかくまあ東でも乾もアウトって感じですな。まあ私ミルキーブルーは絶対不倫なんかいたしません、興味ないですからそんなこと。まあ、みんなもね不倫はしちゃいかんよ、人生総崩れです、不倫なんかしちゃったら。ほんじゃまたな、中国の肺炎に気をつけてねみんな。明日から100万人規模で中国人来るからね、対策を忘れずにね。分かったか。